サムさん同志社大学行ってみたいと思います。今日の勝負は会話。その会話を通して空小集問題8問ございます。でもさ、中に英作文が1題だけ入ってるんですが、別の対策動画がございますので、今日は空小集中心で行ってみたいと思います。で、どうやって解くんですかということなんですが、別この右側の例をご覧になっていただけるとよろしいかと思います。例えば A さんがこの動画面白い。それに対する B さんの反応、選択肢1番、2番、どっちにしますか？もちろん1番ですよね。で、なんでですか？と言われたら、面白いと笑えるねーが、こういう関係性だと判断したからですよね。ですからこちら、言い換え可能な語句を探し出してくださいね。そしてこの会話以外の問題でもちょくちょく出ておりますので、再確認させていただきたいのはこちら。やっぱり対比のキーワードを含んでいる文章中がヒントになりますからね。わかりやすいのはバットかと思います。そしてアクチュアリーも皆さん意識はできてるでしょうか？まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、皆さん例えばこの会話、彼はもう今頃ついているはずだ。そして actually he hasn't。つまりまだ到着していないんですね。つまり到着していると思ったのに、hasn't で否定されております。ですからアクチュアリーを挟んで、前後は肯定否定。つまり対比の関係になってるんですね。ですから到着しているはずなのに、実際は到着していない。ですから実際と訳していただいてもいいんですが、それだけだともったいないです。バットと合わせて前後は対比。これを意識してやっていきましょうね。サムさん、会話の出だしの部分でございます。皆さん、こちら設問の指示と合わせて、今見えてるこの辺りまで一読をお願いいたします。サムさん、まず空欄 A でございます。皆さん、選択肢10本ありますので、まずは見えてるところですね。検討していただけるとよろしいかと思います。っていうふうに皆さん検討していただいてもいいんですが、皆さん選択肢10本あってですね、そして皆さん一番出発の問題、答えが皆さん例えばこの前半の5つから出るかというと、出る可能性はあんまり高くはないんですね。で、皆さんこれは別の動画でもお話はさせていただいてるんですが、問題を作る側は我々は焦らせたいんですね。で、皆さん人間の心理としてこう選択肢が並んでるとですね、最初から多分検討する人が多いと思うんですね。で、もし正解がこの前半から出たとしたら、我々受験生は焦ることなく次の問題いけると思うんですね。でも問題作ってる側はそういう意図ではないので、つまり焦ってもらいたい。ですから受験生としたらこの前半から読むんだけれども、そこから正解は出させないんですね。そして我々受験生は焦る。で、皆さんそういうふうに考えて作っているんじゃないか。ということを逆手に取ると、10本ぐらい選択肢が並んでる場合は、後半から行った方が早いですからね。ですからこの後ちょっと画面の都合上ですね、この選択肢を画面の上の方に持ってきますからね。サムさん、選択肢後半でございます。この6、7、8、9、10。それのどれかがこの空所 A に入るんじゃないか。それを考えながらちょっと検討していただけるとよろしいかと思います。そうすみさん、このあたりですね、どんな贈り物、プレゼントですね、ギフトを買えばいいのかわからないと書いてますね。ですから皆さんが選んだ選択肢に、ギフト、贈り物、プレゼント、その言い換えは入ってますよね。皆さんこれじゃないですか？お土産ですよね。そして皆さんこちら。皆さんこの探している様子をイメージしていただけますと、ここに繋がりますよね。I'm not sure。わからないんですよね。ですからお土産を探しているんですが、どういうギフトを買えばいいのか悩んでるんですね。わからないわけですから、7番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。どういうギフトを買っていいのかがわからないという話の次ですからね。皆さん、このあたり一読だけお願いいたします。さあ皆さん、選択肢が少し多く見えるようにいたしました。皆さん、この拓郎さんの発言に対するお店の店員ですね。その回答を皆さん、まずはこの選択肢6つの中から検討していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどもお伝えしましたが、皆さん、最大のヒントはアクチュアリーですよね。対比でございます。そして、それを知らなかった。つまり、ポルトガルは国産品が有名。それを知らなかった。に対して、店員さんが何を反応しますか？というふうに考えていただけるといけそうですね。皆さん、このあたりがいけそうですね。同じ状況。つまり、国産品が有名だとは知らないと。で、皆さん、店員さんからしたら、これですよね。たくさんの観光客は同じ状況。つまり、そんなこと知らないお客さんはいっぱいいるということですね。ですから、うまいことつながってきますので、6番正解ですね。さあ、皆さん、続きの文章でございます。皆さん、こちら英作文の箇所なんですが、ひとまず一読をお願いいたします。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、ポルトガルではコルクを作ってるという話でしたね。
そしてそれが様々な商品に加工されているというお話でございます。で、それに対して、ああ、面白いですね。知りませんでした。ということを踏まえながら、皆さん、クーランスイですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、空書の上では、コルクの利点を一つ二つ言ってますよね。そして皆さん、空書の右側では、軽いだけじゃなくて、頑丈、丈夫とも言っております。皆さん、これでいけそうですね。もちろん、プラスの側面を言っておりますので、10番ですよね。ですから、advantages。それの言い換えがこういうところに展開されてますよね。ですから10番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 D でございます。残った選択肢の中から検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、先ほどまではコルクの話をしていたんですが、新たにタイルの話が加わってますよね。それで選択肢いけそうですね。ですから9番がよろしいですよね。こちら、other gift ideas。それが皆さん、タイルのことを表してそうですね。ですから、9番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて、クーラン E でございます。皆さん、この残ってる選択肢の中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、ヒントは、indeed。確かに。つまり、そうですね。ということで、yes。それと言い換え可能ですよね。ですから、yes という答えを導き出すためには、もちろんクエスチョンマークがついている2番か4番ですよね。2番の文とは Can you? そうやって聞かれたら Yes もしくは No ですね。で、4番も不可疑問でございます。それらは素晴らしいですよね。に対してそうですねって返しますよね。で、あとはどっちにしますかということですが、また皆さんタイルの話をしておりますので、こちらの観光地の話はないですね。ですから4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いてクーラン F でございます。検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、タイルは実用的な目的で使われていると書いてますね。そして皆さん、このあたりからの表現からもですね、昔から代々受け継がれてきていると。だからこそあの選択肢が入るんですね。ですから選択肢の3番、街中を歩いていると見かけるんですよね。で、選択肢のゼムはこちらのゼムにつながっていきますね。もちろん空書の上の文章中にもこういう感じでつながりますね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての文章でございます。一読だけお願いいたします。さあ、続いて空欄 G でございます。残りの選択肢4つの中から考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、タクロウさんはですね、タイルだけじゃなくてツナ缶も買いそうですね。そしてさらにはコルクのハンドバッグもですね。ですからポルトガルの特産品、複数の名産品に関する選択肢がありそうですね。もちろん8番ですよね。その国の特産品に関してたくさん学習しようとしてるわけです。ですから8番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最後空欄 H をお願いいたします。皆さん、これはこのあたりでいけそうですね。つまり奥さんは喜んでくれるはずだ。で、それに対して選択肢の1番ですよね。それを望んでおりますと。ということで言い換え可能でございますので、1番が正解ですね。さあ、お疲れ様でございました。同志社大学の会話長文。基本はもう言い換え可能な表現を見つけ出す作業でしたね。で、その際にこういう対比がヒントになってきますので、ノートを取る方は写していただいてもよろしいかと思います。ですから他の評論文も含めて、言い換え可能を探しましょう。